はい、皆さんこんにちは、アニメ主塾の室井康夫です。今日はですね、絵が上手くなる、最強3ステップ、最高版の P66 の内容の解説をしていきたいと思います。今日はですね、もうとにかくこれは実はですね、まあ、絵に限った話じゃないですね。まあ、今回僕の方はこれ、絵と人生の、まあ、最高の描き方ってね、まあ、言ってますように、実はこの話って全ての上達の、まあ、実は秘密というか秘訣というか、もう全てに応用が効くような話なんですよ。なので、まあ、絵以外にも実は応用しちゃってください。でもこれは多分ね、多分知ってる人は知ってるし、多分スポーツとか別の芸事、習い事とかで、多分、実感ある人も多いんじゃないかなというポイントです。とにかく、上達っていうのはですね、まずその1、もう師匠の技術の吸収というか、誰か一人、まあ、上手い人の、やり方を全て真似するっていうところからスタートします。まずは誰か上手い人を真似するっていうのがこの主ですね。主。で、デッサン、複数ノウハウ吸収、実物観察みたいな、まあ、は。で、独自性を出すという理というね。この3ステップで、主に、人っていうのが上手くなるんですね。で、一つ一つ見ていきますね。主、とにかく一番上手くなるのは、目標とする師匠の真似から。ね。いきなり自己流で始めても上手くなりません。そもそも自己流ですることが、歴史上の無数の天才絵師、バーサス、自分で戦うような愚かなことというふうに書いてあるんですけど、実はですね、そもそも、その自分が今教わろうとしている師匠さえも、自分一人で別に上手くなったわけじゃないんですよ。その人自体が歴史上の無数の天才を真似してきたんですよね。というか、を吸収した師匠がいてっていうふうに、そのね、歴史というのかな、絵には歴史があって、その螺旋というか、全てずっと重なってるんですよね。いきなり例えば手塚治虫が出てきたわけじゃなくて、いきなりなんかその葛飾北斎が出てきたわけじゃなくて、その師匠の師匠みたいにして絵の文化っていうのはやっぱりあるわけですよ。それをですね、いきなり無視してゼロから自分で上手くなった人っていうのは実は誰一人としていないんですよ。必ず誰かに影響を受けて、それは直接だったり間接だったり身を見まねだったりして、師匠に当たる、人が、必ずいたんですよね。じゃないとうまくならないんですよ。っていうふうに、いきなり自分一人でね、戦おうとしないでください。とにかく自分が、まずこの人だなっていう人一人見つけて、その人の、技を徹底的に吸収してください。それがですね、主っていう状態ですね。主ハリーの主ですね。まあ第一ステップっていうのが、巨人の肩に乗る Y 人のごとく、憧れの師匠もまた先人の発見や成果を学び吸収して、みたいな感じに書いてます。巨人の肩に乗るっていうのはですね、自分の視点っていうのは、もう本当にですね、自分の経験値っていうのは、自分の人生の実人生ね、今までの10年、20年、30年って、この短い人生しかないわけですよ。で、っていうのはもう本当にこんな小人みたいなものです。で、ここから見える世界っていうのは限られてるわけですよ。ね。じゃなくて、ドーンと巨人ですね。巨人。まあ、巨匠というか、上手い人ですね。巨人の肩に乗ると。そうすると見えてる世界っていうのはまるで変わるわけですよ。すごく遠くまで見える。巨人っていうのは、まあ、視点が高いっていうのかな。なので、遠くまで見渡せると。そういうことですよね。上手い人の視点に立つっていうのは、上手い人の考え方を知るとか、上手い人の今までの培ってきた技術っていうのを、まあ、すべてっていうのはいきなり難しいとしても、なるべく可能な限り自分で、吸収してみるっていうことですね。それによって、とてもとても一人では到達しえない、水準に、達することができるんですよね。実はですね、これがですね、2、3年で、なんか、ふわっとこうね、すごいトッププロじゃないけど、かなり上手くなっちゃう人と、10年、20年、30年やってるのに、全然上手くならない人の差ってのが実はここにあるんですよ。まあ、僕の本に書いてあるように、必ずしもプロになることが偉くてすごいことだとはね、実は書いてないんですけど、まあそこにはなんで上手くなる人と上手くならない人の差があるんだろうかっていう、この歴然とした差っていうのはあるわけですよね。そこは実はここです。とにかく上手い人の、
肩に乗るっていうのかな、上手い人の、視点に立つという上手い人の技を全部吸収するっていう、この、上手い人の技術の吸収っていうのをまず真摯にというのかな、そこを抜きには上手くならないよっていうことです。で、まあ、目標とする先人以外の複数のノウハウも学んでみようと。この第2ステップなんですけれども、じゃあ、誰かね、自分が最初に目指した、上手い人がいます。巨匠というかね、師匠に当たる人がいますと。で、その人だけを追ってたら、まあ、その間もその人は上手くなってるわけですね。その人自体も、常に進化してるわけです。だからアキレスと亀じゃないけれど、自分が進化しました。だけどその間も常に巨匠っていうのは常に進んでるわけだから、もうその人に追いつけないじゃないかっていうね、ことがあるんですけど、実はそうじゃないです。実はですね、まあ、複数のノウハウ、実物観察って書いてあるけれど、まあ、複数のノウハウっていうのは、もう一つ言うと、まあ、別の師匠でもいいし、別のノウハウ、別の考え方でもいいし、実はこういう発想法もあります。絵の描き方だけじゃなくて、別の知識とか別の考え方っていうふうに実は、置き換えることができます。例えば、アニメーションの世界で言ったら、やっぱりその宮崎駿とかね、すごい上手い人いっぱいいるじゃないですか。そういう人だけをずっと追ってたら、どうやってもそういう人とね、同じレベルにやっぱ無理です。なかなかなれないです。そうじゃなくて、別のジャンルで活躍してる人、別の世界での上手い人っていうのの話を聞いたり、考え方を知ることによって、そのアニメ業界だけじゃない視点で、まあ、独自のね、発想法じゃないけれど、で、まあ、独自のアプローチを、見つけることができたりするわけですね。というのもですね、実は、先人たちも実はね、別にアニメをし、なんだろう、最初から作りたくてアニメ進んだわけでも実はね、ないんです。例えば、僕の話にもよく出てくる宮崎さんとかね、富野さんとかね。で、実は二人とも、宮崎さんの方は漫画家志望で、富野さんは実は実写映画志望だったんですよ。実はそこから、むしろアニメに来たので、掛け算としては、漫画かけるアニメ、実写かけるアニメっていう風に、実は、別ジャンルのとの掛け算っていうのを実は知ってて、実はね、そういう意味では、周波の周っていうのを、あのお二人はですね、自分らの元々やってた漫画とか実写だったかもしれないんですよ。で、そこで、はの方に、実はここがアニメだったかもしれないんです、あの二人で言うと。っていうふうにですね、これはね、どんな、今ね、すごい巨匠監督でも、そういうことがあるわけです。別にその人のが最初にやってた、最初に希望してたものに実はね、なってなかったりするんです。というか、アニメ自体がですね、その当時で言ったら隙間産業じゃないけれど、そんなにメインな仕事ではなかったんですよね、その絵ではね。今でこそこうなんか有名だけどね。今でこそアニメって言ったらなんかみんなが知ってるみたいなね、思いますけれど、そうじゃなかったんですね、その当時はね。っていうふうにですね、このね、歯っていうのは、まず最初自分がね、まあ10代、20代一番最初絵を描き始めた頃にすごく影響を受けた、まあ一番自分がやりたいと思っていたジャンルの人。まあ自分が例えばですよ、ゲームに影響を受けたらもうゲームの絵をずっと模写しましたと。でもなんか途中でこれ絵を動かす方に、あるいは漫画に興味出ちゃったんだよね、みたいな感じで別の方に行ったとしたら、それがまあ歯っていうことですね。最初の進んでたのとはまた違うノウハウを入れるって、そういうような考え方もできます。で、次、理。独自性を出すと。ね。独自性を出す。師匠の打っていない一手の発見。で、ここで初めて独自性が、まあ、必然的なものとなりますと。絵を描くきっかけとなった師匠をとりあえず真似してセオリーを学び、そのルーツまで遡り、まあ、絶えず実物の観察することで、ようやくこの段階にたどり着きます。ね。そうなんですよね。一番最初に、やっぱりね、影響を受けてた人っていうのがですね、まあ、いるわけですよね。そこから、まあ、また別のジャンルも吸収して、そうするとですね、さっき言ってた、このアキレスと亀じゃないけど、この追いかけっこをね、してったら、ずーっと、自分が進化してる間も、その、先人はもうどんどん進むわけじゃないですか。しかしこれね、同じ同一直線上戦ってるうちはね、絶対勝てないんですよ。だって自分が後発というか、後からやってるわけだから、これ絶対勝てないんですよ。じゃなくて、
別ベクトル、別方向に、別方向に実は向かえばですよ。別方向の、基準が向かえば、要するにスカラーじゃないけど、プラスアルファして考えられるわけですよ。別方向に進むことによって、元のこの、なんだろう、目指してた、師匠とはまた違うものになるというか、むしろ全く別の、なんだろうな、価値基準のものっていうのかな。に、だからね、まあ、ある意味、同じ土俵で戦わないっていうのかな。同じ路線で戦わないことによって、その師匠特にね、気にならなくなっていくっていうのかな。だんだん、気にする必要もなくなっていくっていうのがありますね。で、そう、師匠の打ってない一手に気づくことで、ようやく自分がその道の第一人者となり、まあ、憧れの師匠とは違う師匠、違う指標を得て、師匠から卒業できますっていうことなんですよね。これはね、本当にね、ずっとね、その師匠のレベルにね、どうしてもたどり着けないっていうのは、やっぱりね、先発してる人にね、勝てないんですよ、これはね。なので、別の体験をするっていうのが多分ね、一つ回答なんじゃないかなって気がしますね、やっぱりね。同じ職場で同じ仕事をずっとやっているうちは、その人に絶対勝てないんですよ。この話はですね、結構、いろいろ応用が効いてですね、例えばゴルフとかでも僕ね、行き詰まった時にね、なんか石川遼とか、ほら、トッププロですよ。トッププロの話を、ちょっと見てみるんですよ。どうやったら俺、これ以上上手くなんないなぁ、みたいな、困ったなぁ、みたいな時に、トッププロの話を聞いてみるんですよ。あ、そっか、なんかもう構えから違うんだなぁとか、もう呼吸じゃないけどね、この、動作って予備動作から全然違うんだなぁ、みたいなね。っていうのを、とにかく上手い人の話を一回聞く。で、その人のモノマネをするんですよ、とにかく。その人の動画を何回も見てひたすらモノマネをする。そしたら、ちょっと今までと違う感覚だったり、今までの自分の考え方、そもそも間違ってる、そもそも今まですごい時間、例えばですよ、僕だったらゴルフの練習しても上手くなってないわけです、これがね。いや、2年目にしたらまあまあ上手くなってると思うんですけど、全然なんかすげえ何回も何回も打ってんのにこれ上手くなんねえな、みたいなところに多分ね、皆さんも絵の描き方とかなってると思うんですけど、これね、根本的に多分絵の描き方も間違ってるというか、絵の捉え方が間違ってる可能性があるんですよ。まあ僕がいつも言ってる全体中間細部で見るとか、模写するときの見方とか、考え方とか、技術の吸収の仕方とか、これがね、絶対みんなやっちゃうのが、なんか中途半端に自分でアレンジを加えちゃうってことをね、このね、やっちゃう人多いんですよ、このね、種の段階で。種の段階で、なんか、中途半端に、なんだろうな、甘くね、自分に甘く解釈しちゃって、なんか、少し、あ、なんかこんなもんでいいかな、みたいな感じで、ちょっともやっとした感じで、やっちゃう人結構多いんですよ。それだとね、実は、なんだろう、効果が半減するんですよ。このね、主波理の主の段階で、結構、自己流に甘く流れちゃう人が、僕は正直、多いんじゃないかなと思いますね。結構、ここ大事なんですよ。とにかく、どういう風にやってんだろう、ちゃんとね、見てください。どんな風に何やって、それを、ステップをしっかりと、ほんとモノマネして、で、初めは、その、上手い人みたいにできないんです。ですが、すごくゆっくりでいいので、すごく、上手い人のやり方を、スローモーションで再現してください。とにかくね、書き方全然違うんです。っていうのは、その発想法が全然違うんですよ。それを変えない限り、うまくなんないですから、今までの自分の書き方やって、まあ1ヶ月、2ヶ月、半年、1年書いてやってみましたので、まあこのぐらいしかうまくならなかったというか、むしろあんま変わってないかな、印象あんま変わってないかなって人はね、根本的な書き方が自己流すぎるというか、で、いや、なんか僕の動画見ましたよとか、上手い人、あるいはね、そういう人の動画も見てますよっていう人、見てるだけじゃね、ダメなんですよ、実は。で、聞いてるだけでもダメなんですよ。全く同じことしてみてください。全く同じペンの持ち方、全く同じ、
書き順だけど多分絶対うまくできないからスローモーションでやるってことです。それをスローモーションで同じ手順で書いてみる、同じ書き順で書いてみる。これねすっげーめんどくさいと思います。すごくあのね骨が折れると思うんですけど、これやんない限りは自分の書き方から脱出できないんで、結局は同じところをループすることになるんじゃないかな。うまくなんないなって人で、一応そういう動画も見てんのになんないなって人は、絶対どこか自己流にハマってたりとか、このまずそもそもにして、第一ステップの主の段階で、ちゃんと模倣できてないっていう風にちょっと、見てほしいなと思います。で、そもそもそこまでうまく書けなくてやる気なくしちゃってでも書かないって思ってたせいでやっちゃうっていうね人もいますけど、まあ、結局ねそこまでやりたいかやりたくないかって問題でもあるんです。だからこの章はもう2章なんで、まあ、絵が上手くなるっていう前提で話をしてます。だから上手くなりたいんだ、もう今まで、好きなことを、ね、好きな絵、好きなジャンル、好きなキャラクターはいるんだ、描きたいんだ、もう描きたい気持ちでいっぱいなんだ、だけど上手くなれない、ああ上手くなれない、腹が立つ、どうしたらいいんだっていうこのストレス、このストレスを持った状態で今言ったみたいに、あこの描き方だったら上手くなりそうだっていう人のをもう丁寧に真似する、丁寧に、まあ、シュって言ってるからね、守りの実はねこれがね鉄壁の守りになるってことなんです。要するには落ちたとってその状態になるってことです。自分の調子が悪い、自分がうまく書けないっていう時でも最低限第一ステップのその覚えた型のレベル以下に絶対になってやるかっていうことなんですよ。なんでどっちかというとこの2と3っていうのが攻めですね。2と3っていうのが攻めで、このやっぱ最初に覚えた型、上手い人の技、書き方っていうのが防御になるわけです。これが、まあ、最低限ここまではいけるぞ、みたいなね。例えばですよ、絵の、例えばトレスって僕ね、最初にね、今は本当にスムーズに、さっさっさっとなんかね、こんな感じで目とか描いてきますよ、なんかこんな感じで。だけど、最初僕ね、本当に目も描けなかったっす。こんなさっ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 てね。その時にどういう風にやってたのか、本当ね、ちびちび書きじゃないけど、本当にちょっとずつちょっとずつこう、ちび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 、ちゃんと形を取るみたいな、このちびちび書きでしたよ、最初。描けない頃なんて僕。だけど、絶対元の絵をなぞるみたいな。本当こんな感じで、細かいドットみたいな感じ。今みたいにもう、あ、一画二画三画ね、一画二画三画ね、みたいな感じでもうスッスッスッスってね、書けなかったっす、こんな。その時は、とにかく正しく書く形を取るために、とにかくチビ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 、絶対形が崩れないように、もうひたすらこういう絵で書いてました。で、じゃあ今この書き方してないですね、主に。あまりしてないです。だけど、最悪僕これに戻れるわけです。そうすれば、どんな絵でも正確になぞることができるでしょうね。ね。早く描くときはこっちの方がいいんだけど、もちろんね。あるいは自分の絵だったりすると。勢いも出るしね。っていうふうに、そうやって最初に覚えたその修行時代にやったこと、正確に絶対描くんだ、忠実に描くんだっていう方、まあこの描き方が、まあ、どこまで落ちてもそこに戻れるってことなんですよね。はい、そんな感じですね、今日の無料枠はここまでです。シュファーリーっていうのはとにかくね、まあ、ありとあらゆる、勉強方法に、まあ、役立つんですけど、とにかく皆さんは案外このね、そもそもシュファーリーとか言ってるけども、シュの段階で自己流に流れてる人多いんじゃないかなと思いまして、なかなか上手くならないっていう人は、まずそもそも今の自分がなんか結構甘くないですかっていうか、なんとなく自分でアレンジ加えてませんか、ちゃんとその上手い人のステップ踏んでますかっていうのを見てほしいんです。なんか上手くならないんです。一応動画も見てんです。動画は見てもあんまり意味ないです。聞くだけ見るだけ意味なしです。それを完全に忠実に再現しないとあんまり意味ないです。で、僕のこの前の5分デッサン法っていうね、絵の描き方とか
あったと思うんですよ。あるいは、ネット添削で、熟成さんの添削とかしてるみたいな感じで、僕の書き順っていうのは、結構ネットとか見るとある程度あると思うので、まあ、僕みたいに仮にね、書けるようになりたいなっていう人はですね、その書き順を真似してほしいんですよ。その書き順。書き順かーみたいな、しんどーみたいなね。書き順から真似すんのしんどいっすっていうけど、このね、急がば回れというか、一番しんどそうだけど、確かなことっていうのに、まあ、実は一番ね、技術っていうのは、まあ、秘密が隠されてるんですよ。というか、そこに超えがたい壁みたいなのってやっぱ実はあって、皆さんなんとなくね、なんとなく見て、なんとなくやっちゃってるってとこやっぱあると思う。そういうね、実は爪の甘さが、やっぱりなかなかうまくならないっていうポイントだったりするので、とにかく、模倣、模写、師匠の技術の吸収っていうのは、もう忠実に忠実に、もう1ミリもたがわずというのかな。もう全然もう、もう、僕が次何を言おうとしてるのかわかるじゃないけど、僕の線の引き方、次わかっちゃいますね、みたいなぐらいのレベルで、やらないとうまくはなりません。そして、まあ、そもそもそこまでやりたいかっていう問題になるので、そういう人は、まあ、一生の、まあ、そもそもそれは好きなのか嫌いなのか、自分はなぜそれをやりたいのかっていう、まあ、土台の部分ですね。っていうところを、ま、見直してほしいなと思います。今日はね、ちょっとね、ネット村であった、アニメとか漫画を見ることによって、なんかね、恋愛不全じゃないけど、まあ、異性に対する見方が歪んでしまってるんですが、どうしたらいいんでしょうみたいなね。っていう悩みがですね、まあ、ネト村の方にでですね、ありまして、これに対して回答したいと思います。はい、そんな感じで、ちょっと、まあ、無料では話しにくいような話をこの後していきますので、もしも興味のある方は、アニメシルクネット村、または、有料ニコニコ放送の方で、のご参加お待ちしております。はい、ではご視聴ありがとうございました。面白いなと思った方は、いいねとか、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあねー。